こんにちは。金なしコネなし中国輸入虎の巻。今日のテーマは小ロット輸入で安く売れるのかということでお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。小ロット輸入だとですね、もうちょびちょび輸入して単価も送料も高くなるやろうし、そんなんで安くなるちゃろうかっていうようなご質問があるかと思いますので、今日はそれにお答えしてまいりたいと思います。確かにですね、小ロット輸入のデメリットとして単価がどうしても多少高めになってしまう、そして送料も割高になってしまうんじゃないかなという部分はあるように思います。ただですね、もう本当にちょびっとの発注であれば送料もですね、Eパケットという安い発送方法があって、まあなんていうんですかね、国際郵便の普通定型が郵便バージョンみたいなやつで、結構安く、送れることによって、そのアリエクスプレスなんかのサプライヤーさんもフリーシッピングっていうことで1個からでも出荷できるっていうような、体制になっているようでございます。一方ですね、小ロット輸入のメリットとしては直接輸入ができる。で、間にいろんなその輸入業者さんとか、検品業者さんとか卸問屋さんとかそういったのが入らないっていうのが非常にこれ大きなメリットになります。あとはですね、ちょこちょこ仕入れることができるので在庫負担が少ない。これも結構ですね、商売をやっていく中では大きなメリットになります。それから商品の差別化がしやすい。コンテナなんかでドカーンって輸入したものをちょっと回してもらったりっていう商売をしてると、どうしてもどこも同じものを持ってるっていうようなことがあるんですけれども、自分で海外でサイトで見つけた商品であんまし他にも持ってないっていうような商品が扱えると、この商品の差別化がしやすいんで、うまくやれば一人勝ちっていうような状況も作れるというところが小ロット輸入のメリットではないかと思います。はい、次のシートはですね、一般的な輸入と直輸入との比較なんですけど、上がですね一般的な輸入の商品の流れになります。で、下が直輸入ですね。一般的な商品の流れで見ていきますと、だいたいですね、海外メーカーさんがあって、輸入会社さんとか商社さんとかがあって、ここがコンテナ単位でですね商品を発注して海外メーカーさんに作らせて検品やなんかをして、輸入会社さんとか商社さんが、輸入通関を切って、それを卸問屋さんあたりに納品をして、それがバラバラっとお店の方に納品されて、それをようやくエンドユーザーに売るっていう、こういう結構中間業者さんが間にいろいろ入るっていう流れが一般的ではないかと思います。片やですね、直輸入ができると海外メーカーさんがあって、自分たちのお店があって、そこからエンドユーザーさんに売るっていうことができるので、ここのですね2段階ぐらいを飛び越すことができるんですね。で、この2段階っていうのが結構ですね、マージンを取るんですよ。利益を取るんです。なのでこの2箇所が入らないっていうのが非常に実はでかいんですね。なので、中間マージンが発生しないっていうことで、単価や送料のデメリットを吸収することは十分可能であると。小ロット輸入で少々高くても、少々送料がかかっても、でかい輸入会社さんとか卸問屋さんから、よそにでもあるような商品を買うよりかは結構マシなんじゃないかというのが、私の結論でございます。はい、ちなみにですね、このページに戻って、このですね、この直輸入の流れでコンテナ単位で商品を仕入れることができて、でそれがあんまし保管時間も短くてパッて売りさばけるようになったら、実はその
このパターンが一番いいんですね。自分たちでコンテナで直輸入をする、ガバッと買ってガバッと売るというような流れになると思うんですけど、これが、できたら一番理想的かなと思います。なので、小ロット輸入でですね、ある程度お金が貯まって、こういうのは売れる、こういうのは絶対大量に仕入れてもいけそうみたいな、勘どころがつかめてきたらですね、ぜひコンテナで仕入れて、自分たちだけのオリジナル商品を売りさばくというような、やり方も面白いかと思います。今日はですね、小ロット輸入でも安く売れるのかというお話をさせていただきました。また今後もお役立ち情報をお話しさせていただきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご覧いただきましてありがとうございました。さようなら。